沖野選ぶバス企業団の貸切り者、沖野選ぶバス企業団は、鹿児島県大島郡知名町に本拠地を置くバス事業者である。和泊町と知名町により構成される一部事務、組合であり、地方公営企業法が適用される企業団である。知名営業所沖野選ぶ島内を走る路線バスの運行を行うほか、貸切バス事業も行っている。 1956年5月1日、沖野選ぶ島内の和泊町と地名町が設置した、沖野選ぶ島一部事務組合により、一般乗り合い旅客自動車運送事業を開始した。1968年4月現在の沖野選ぶバス企業団に名称を変更。1990年代後半から利用率が低迷し、2005年度の利用者数は約6万人強で前年度より、 約6000人減少しており、決算では約3482万円の運送収入に、対し約4868万の赤字を計上している。乗務員の採用見送りや管理費の経費節減策を講じたにもかかわらず、毎年5から6000万円の損失を計上する厳しい経営環境から2006年7月24日には、 島内の全路線を廃止する方針が決まり、同年7月25日までに、沿線自治体、鹿児島県に対して廃止の申し出を行った。これを受けて、鹿児島県と沿線自治体では、路線維持について協議した結果、2007年4月1日からは、廃止代替バスによる自治体主導の運行に切り替え、運行は、沖野選ぶバス企業団へ委託する形態をとることになった。 また、運行によって生じた赤字については、沿線自治体に加えて、県も補填することになった。同時に、1系統は、廃止、1系統を既存の路線に統合した。車両は、イすズ社のみ導入されていたが、現在は、トヨタハイエースも使用するようになった。2017年7月には、元都営バスから移籍したエルガミオノンステップバスを導入している。 ありがとうございます。